皆さんこんこにちはそれでは今から仕事をしながら合格する方法ということで、えー、まあ社会人の方がですね、えー、難関の会計試験に、まあ、どうやったらですね、えー、突破できるのかといった、まあ、簡単なですねコツを、えー、この動画で、えー、紹介したいと思います。はいえー、それではですね担当しますのはレックスに講師の影山と申します。よろししくお願いいますはい えーまあ、このですね動画をご覧になられている方はですね、お、ま、そ、あ、らくこう仕事をしながら会計士目指そうかどうかってです、ね、悩まれている方がですね多いのかなと思いますけれども、えーまあ、確かにですね会計試験、最難関試験で難しい試験ではございます。そして、えーまあ、特に社会人の方からするとですね、 この会計試験に合格される方はあの学生さんなんかがですねあのメインじゃないのかなとね思われている方がですね多いと思いますあのまあ確かにですね、えー、社会人の方と学生さんえどちらが多いのかなって言うとそれは学生さんの方が多いんですけれどもえー、近年ですねこの会計試験の受験生、えー、社会人の方には仕事をしながらですね勉強されてる方がですね、えー、増えておりますでそれについてですねまず初めにお話をしていきたいなと思いますはいですねえー、ま今ですねこの会計試験の合格者がえー、まそもそも増えていると。 いう状況にあります、えー、これ2年連続でですね、えー、論文式試験の合格者が増加しています。 で会計試験はですね、担当式試験と論文式試験と2つのですね、えーまあ、フェーズから構成されている試験になりましてで試験制度などをですね、詳しく、えー、お聞きになりたいという方はですね、また別の動画で、えー、アップされているかと思いますのでそちらの方でですね、試験制度の方を詳しく、えー、聞いていただけたらなと思います。はい、ですんで、まあねあので、ー、本動画の方はですね、試験制度については、えーまあ、人通りは合ってるよというです、ねえー、方を前提にお話をさせていただくというところなので、えーまあ、この論文式試験ですね、合格者がこう2年連続で増えていますよと。 まあ2年間で180人増加しているということでえまあこれ180人の人数というところですねもともと平成27年が1051年だったのに対してまあ29年は1231年ということですからえまあ割合でいうとおよそ15%ぐらいですね合格者がですね増加しているという形になりますのでえまあ結構多いんですよね。その中でこれ公表されている合格者のまあ学生なのか社会人なのかというですね割合 円グラフにいたしました。でこちらですね、えー、見てください。平成28年ですね学生、えー、もしくはですねこの無職という方は、えー、まあ勉強に専念されているというイメージを持ってください。そのフリーターっていうよりもね学習に専念されていると。予備校にずっとですね缶詰状態という方がまあここにですね、えー、無職と書いてある方をですね、えー、指していると。で平成28年はですね、えー、まあ学生無職の方は85%で で学生無職が、まあ、つまり社会人の方ですね社会人の方の合格者が15%の割合だったのに対して、えー、29年はですね6%社会人合格者が増えていると、まあ、学生無職の方の合格者が 79%5、えー、分の4ですね、えー、5分の4それに対して社会人の方の合格者は5分の1ですので、まあ、言ってしまえば合格者の5人に1人ですね合格者の 5人に1人は社会人の方だとね考えると結構その割合って多いような気がしますよね。で私もですねこの会計士講座のですね講師をやらせていただいているんですけれども実際生のですねクラスに足を運んで講義なんかをしていると最近社会人の方が少し増えてきたなっていうですね印象はあのまあ、これ現場のですね感覚としても事実あります。 3年前よりも今の方が社会人の方がですね講義中ですねたくさんこうね見られるというところでまさにですねこう社会人の方が増えてるっていうことがですね現場にも伝わってきてるという状況ででこの円グラフは29年の合格者の円グラフなんですねで会計試験のですね、合格っていうのは通常、まあ、2年から3年かかりますからなので平成30年とか31年の合格の おそらくですねこの円グラフっていうのはもっともっと社会人の方がですね割合増えているような円グラフになると思いますはい、まあ、平成29年の合格者おそらくこれ平成27年とかですね平成26年からとかですね目指されている方の割合ですから、えー、まあ、ここ近年徐々に社会人合格者の方が増えているという状況になりますで、えーまあ、理由としてはいくつか考えられます まあそもそもですね、まあ、合格人数がですね、この会計試験増えてきているというところ、まあ、さっきもですね、この前のページで見ましたけれども、こちらの方ですね、この棒グラフにも現れています、合格率の推移ということで、まあ、合格率がですね、会計試験上がってきているという状況を鑑みて、社会人の方がちょっとやってやろうかなっていう形で目指されていたりだとかっていうです、ね、こともありますし、またあとはですね、まあ、実際、試験自体の難易度も 数年前よりも優しくなっております。これ例えばですね、えー、平成25年とかですね、平成24年とか平成23年ね、えー、まあ5、6年前はですね、試験の問題の難易度っていうものが非常に高くてですね難しかったんですよ。それがですね、平成27年度ぐらいから試験の問題が少し優しくなってきてるんですね。で、優しい問題はなぜ社会人に有利かって言いますと。 すごく、ね、時間をかけて応用問題の練習をしなくても解けるんですよ。つまり基本的なレベルの問題をミスしなくて、えー、ミスせずですね、えー、点数を積み上げていくと自然に合格点に達するようになっていると。つまり応用問題を無視しても全然問題ないんですよ。そしてまあ応用問題自体も減っていますし、でその応用問題を解くようにするための時間っていうものは基本的にいらないの。基本的にはいらないと、はい。そう考えると、 やはりです、ね、こう社会人の方にとってこう有利になってきているということが、まあ、このグラフを見てもですねか、えー、かるかと思います。難しい問題を解けるようにする必要性がない試験になってきているそしてまあ難しい問題の出題の割合も減ってきているというところから、えーまあ、学習をですね、えー、学習効果を高めていき合格レベルまでに達するまでの時間っていうものが、まあ、少し短くて済むっていうのはですね えまあ一つこの社会人合格者の増えたですね、えー、原因なのかなと思っておりますはい、ねでまあ、そんなあ状況ですんで、まあ、ぜひねこの動画をご覧になっている皆さんもここでですね、えー、まあ本当にね自分公認会計士目指せるかなどうかなっていうところですね考えていただきたいと、ね、はいでここからがまあ本題ですじゃあですねこの社会人お仕事をしながら 会計試験の勉強をしていくためにはどういった条件が必要かというところですね。はいちょっと見ていきます。はい、これがですね、えー、こちらですね、えー、社会人が短期合格をするためにとあります。で、ま,あ、まずね短期合格ってどれくらいの期間かというと、会計試験の合格というのは一般的には、えー、まあ最短でもですね担当まで1年、そして論文まで8ヶ月といったところで、まあ、1年8ヶ月というのがほぼ最短だと思ってください。で、えー、まあその 担当1年論文8ヶ月、1年8ヶ月っていうところから、まあ、さらにねもう1回、論文式試験を受験すると、まあ、つまり、ですね論文は1回ダメになりましたで翌年の論文を受かりましたこれ、2年8ヶ月、これも短期合格といえます。ね、なので、まあ、トータルですね学習開始から3年弱ですね、まあ、2年半から2年8ヶ月ぐらいの期間を短期合格の期間と考えてください。ねまあ、最短でいけばですねそれは当然喜ばしいことですけれども、ね。 まあそこからですね、1回落ちてしまってもまだまだ短期合格と言えます。はい。で社会人の方がですね、えーまあ、その短期合格を成し遂げるためにはまず1にも2にもとにかく時間を確保するということです。時間の確保ですね。やはり学生さんだとかその学習に専念されてで予備校にずっと通ってるという方と社会人の方の決定的な違いというのは拘束時間自由に使える時間の長さなんですよね長さねそこが決定的に違うと。 だからそこの溝を少しでも埋めていかなければいけないということなんですが、じゃあ具体的に社会人の方は、どれくらいの学習時間を最低限確保しなければいけないかっていうと、平日であれば、最低3、4時間。最低3、4時間。確保必要です。で、土日は、まあ仕事がお休みの時は基本も1日中です。まあ10時間、12時間。えー、これ学習ね、えー、ガンガンやられる方は十5六6時間ですね。1日勉強やられる方もいます。でもそれぐらい、やってもやりすぎっていうことは全然ないんですね。はい。 あと一番下はこれ可能であればの話ですけれども、まあ、試験直前にですね、えーまあ、少しまとまった長期休暇が取れればなおよしとでただ、ここは皆さんがみんな取れるというわけではないと思いますので、ねまあ、取れれば、まあ、より、ねえー、ベターだよという意味だと思ってください、ねはい、ただ、その上のですね平日は34時間まできれば4時間ぐらい、えー、土日は1日中の学習時間というものを確保できるかどうかまずこれが会計士試験を 目指すににあたっってての条件だだと思ってください特に短期合格つまり3年ぐらいでですね合格をするということを考えるんであればこれ以上学習時間を削られてしまうと、えー、まあ短期合格はかなり厳しくなります。それね長期合格それは5年かけます7年かけます10年かけますっていうことを考えるんであればこれよりも短い学習時間で、えー、まあ問題はないんですけどただ やはり3年ぐらい、もしくはね、最短の1年8ヶ月で合格をするというのであれば、まあ、最低ですね、これだけの時間の確保は必要かなとなります。はい。で、えー、まあ、社会人合格の方ですね、えー、まあ、1日のスケジューリング、なかなかね、こう、苦労されていますけれども、大体短期で合格される方はですね、この丸の二番、隙間時間をうまく使うと。これがですね、短期合格者の特徴になります。まあ、時間をね、確保した上で、 えー、さらに隙間時間を有効に使っていきましょうとはい、まあそのですね代表的な隙間時間っていうものがやはり通勤時間になります。通勤時間、ねえー、まあ特にこう都心部ですね、えー、まあ東京だとかですね、大阪だとか、まあ,あと福岡札幌とかですね、えー、都心にお住まいの方は通勤をですね、まあ電車で、えー、されるという方も多いと思います。ね、でそういったまあ電車の 通勤のの時間いいうものをででですすねね無駄にできないわけですよ、ね、だから、えーまあ、単語帳のようなですね暗記カードを作り暗記をする方もいれば電車の中でテキストを見たりだとかですね、えーまあ、電卓を叩くという方も中にいましたよ。電車の中に電卓を叩いてです、ねえー、計算問題を解くという方もいました。えーまあ、ちょっとレアですけどね。うんただそのようにですね皆さん工夫をして電車の中で隙間時間をですね、えー、無駄にせずに勉強されていると。これ毎日例えば通勤、まあ 往復でですね例えば30分あごめんなさい、まあ、片道30分で往復1時間だとするとこれ一1か月で30時間の学習時間の差がつきますからね、うんまあ、片道15分の往復30分の通勤でも1か月に15時間ぐらい差がつきます、まあ、ちょっと休日今抜いちゃってますけれども、まあ、それぐらいですね通勤時間で勉強できるできないっていうのはですね一、まあ、つ大きな、えー、差が生まれてきますでまたあの地方にお住まいの方で通勤がね、えー、毎回自動車なんかで通勤されるという方も ねえーまあ、レックの通信講座であればですね音声ダウンロードというものがありますからその音声をダウンロードしたものを、えー、車を運転しながら聞くとか、ねえー、あとね自転車を運転しながら音声ダウンロードを聞かれて、えー、で短期合格されたという方もいらっしゃいます五、ねまあ、感をフルに使うということですよね耳も使うし目も使うしですね、えー、フルに使うと、はいまあ、この、ねえー、通勤時間というものをです、ねえー、有効に使うのは これ社会人合格者のですね、えー、最大のコツになってくるかなとまあ、時間確保した上でですね、えー、通勤時間をうまく使うでさらにですね社会人合格者の特に短期合格の方はですねこの朝活よくやっていました朝活まあ、つまり朝勉強するという方非常に多いです 非常に多い。まあ、みんながみんなというわけではありませんが私がです、ね、こう知っている社会人で短い期間で,です、ね、会計試験に受けられている方はです、ね、結構、朝学習するという習慣をつけた方が多いですね。えー、具体的には、まあ、会社に行く前、まあ、1時間ないしはです、ねまあ、30分でもいいし長い方は2時間ぐらいです、ね、会社の近くのカフェに行ってです、ね、勉強したりだとか、まあ、家で勉強してから計算問題解いてから会社に行きますよとか。 っていう方で、えーまあ、会社に行く前にとりあえず勉強していく、ね、そういう習慣をつけてるっていう方がですね結構多いです。ねまあ、特に短期合格者はそういった傾向にありますんで。 えーまあ、夜型だからダメとかっていうわけではありませんがやはりね朝の貴重な時間っていうものをですね、えー、うまく使った結果、えー、学習効果がですね上がっていると思われますんで是非、まあ、ですね、えー、会計試験目指されるにあたってはちょっと生活のリズムなんかですね、えー、ちょっと朝勉強するような、えー、スタイルに直していくと、えーまあ、よりですね効果的に勉強できるのかなと思います。はい、じゃあ,まあどういったねスケジュールでみんな勉強していたかっていいますと1、まあ、つの例ですけどもね まあ朝はですね、えー、まあ30分1時間長い人は1時間半とか勉強しで会社に行きお昼休みも、まあ、これ30分ぐらい勉強します結構ね、あのー、お昼休み勉強なんてなかなかできないよって思うかもしれませんけれども、あのー、会計試験のですね勉強が進んでいくと、えー、お,すお昼休みとかに勉強をしないとですね全然学習が追いつかなくなってしまいますから、えー、まあお昼休みとかですね、えー、短期合格されてる方は結構有効に使われてましたまあ1時間お昼休みがあってね1時間丸々っていうわけじゃありませんけれどもここで30分ぐらいで、ね 勉強したたりだとかか、ね、いう方は結構多かったですね、はいまあ、これも隙間時間の有効利用の一つですよね。でそうすると、まあ、朝例えば、ね、1時間勉強しましたお昼休み30分勉強しましたここで1時間半確保できます。はい、で夜、まあ、会社がですね18時に終わります、まあ、もしくは19時に終わりますとで帰宅して20時でその20時から、まあ、23時24時25時この辺まで勉強られるっていう方が多いですね。 まあ帰宅してから全ての時間というわけではありません、まあ、ご飯を食べたりだとかですね、えーまあ、次の日の支度をしたりだとか当然、えーまあ、お風呂に入ったりという時間もあります、ね、でも20時から、まあ、例えば24時までの間の3時間を学習に当てるんであれば、えー、夜3時間、ね、で朝1時間お昼休み0.5時間で4.5時間確保できます、ねえーまあ、ショートスリーバーで、ね、睡眠時間短くても大丈夫という方は本当に2時まで学習をやられてるという方もいま,すいましたただまあ でみんながみんな2時まで勉強できるというわけではありませんので、もうそこは、ねえー、無理しない範囲です。特に社会人の方はです、ねえー、お仕事されながらですから、無理をしたら、ね、普段のお仕事にも影響が出てきますし、長続きしないんですよ。だからそこは無理しない範囲で、なんとか続けていけるです、ね、学習時間というものを確保していただきたいなというところですね。はいまあ、その中で、ね、こう通勤、朝活、えー、お昼休みというところですね、えー、ここをうまく活用できれば、えー、いいのかなというところです。はい、そして 社会人の方にですね必要不可欠なものが3つ目として協力体制の構築とありますやはりね仕事をしながら学習をしていくということですんでこう家族の協力であったりだとか、まあ、さらには職場の協力ですねこれがですね結構大きくなってきます、ねまあ、特に、まあ、可能であればということで三角印をつけましたけれども試験直前に2週間程度の長期休暇ね、えー、取れる取れないっていうのは完全にこの職場の 協力っていうものが必要になってきます。理解のある職場に勤められている方であればですね、えー、まあ、そういったお休みも、えー、取れるのかなというところです。えー、まあ、そういったお休みがね取れない会社は理解がない職場っていうわけではないですけど、ねえー、なかなかこういった家族や職場の協力がないと、えー、社会人が短期間で合格するっていうのはちょっと厳しいのかなと思います。えー、まあ、過去ですね、誰にも言わずにひっそりと勉強して。 短期合格されたっていう方もいますそれは事実います会社にですね、えー、行ってもすぐに帰ると夜のですね飲み会とか食事の際全部断るとだからすごい付き合いの悪いやつだと思われているけどそれでもいいんだという形で、えーまあ、誰にも言わずに家族にも言わずに、えー、ひっそり勉強して受かられた方もいらっしゃいますただやはりね協力がないと何かねつまずいた時にはですねちょっと辛くなってしまうというところがありますんで まあ、あのご事情がいろいろあると思いますから、えーまあ、職場とかにはですねちょっと言わずに目指さなければいけないとか目指したいっていうんであれば、まあ、それは無理してね言う必要っていうのはないと思いますただあの、まあ、言っても言わなくてもどっちでもいいってい方は、まあ、言った方がね、えー、これは学習の環境っていうものが整うと考えてください。ね、あの想像以上にこの職場家族の協力っていうものが勉強を進めていくとね必要になってくるっていうことを実感すると思いますんで。 ぜひこう始める前に、まあ、こういった協力なんかが得られるのかというところですね今一度考えてみてください。はい、なので、えーまあ、その社会人の方が短期合格するためにということですね今見ていきましたけれども、まあ、言ってみれば半分以上は当たり前のことなんですよ。社会人じゃなくてもですね、えーまあ、学習時間確保して隙間時間を活用してでみんなに協力してもらうということは社会人じゃなくても当てはまることなんですけれどもただ、まあ、社会人の方はですね、まあ、より えーまあ、この3点っていうところに力を置かなければいけないと考えてください。かこれ1日34時間プラス土日、まあ、休日1日中っていうことの勉強時間を確保できるんであれば大体いい1週間40時間弱の学習時間になります40時間弱。まあ、もうちょっとこの1日の学習時間が多ければですね45時間とか、えー、まあ場合によっては50時間ぐらいに、ねえー、なる方もいるかもしれません。で確かに学生さんとか 無職の方、ね、つまり学習に専念されてる方は1日24時間っていうものを全て勉強に注ぐことはできると思うかもしれませんが集中している時間っていうのはそんん。なに長くありません、ね、学生さん、えー、予備校に通われて学習に専念されてる方今まで見ていくとですねやはり自分は時間が余ってるから、えーまあ、そこにねちょっと甘えて。 まあ集中力がですね散漫になったりだとか、まあ、時間があるんだっていう感覚で勉強やられる方結構多いんですよ。ねまあ、それはね、あのー、ダメだよっていうことですね。言ってもなかなかどうしてもね、あり余る時間の中でやるんで、ね、制約があまりないんでね、えー、まあ身に入ら身に入っていないなっていうですね、えー、方もいらっしゃるんで社会人の方は、ねえー、そこをつくわけですよ、ね。そういったところをついて、ね、短い時間の中で中身のね濃い学習を 実践できるように、えー、意識をしてください。で特にねあの講義なんかは1回3時間ありますからかなりですねこう自習の時間っていうよりも、ね、講義を聞くという時間になっちゃいますがただただ聞いてるだけだと全然意味がありませんので,ですか特に社会人の方は講義の中でも自分で勉強してる感覚で勉強していく必要っていうのがあります。ただ聞いてるだけっていうのはこれは何も身になっていませんからね。 ぜひ自分から頭を使って能動的な勉強っていうものを講義の中でしていくとその3時間っていうものがちゃんとここにカウントできる3時間になります。ですか講義の中もこの3時間入れても構いませんけれどもただ受けてるだけの講義っていうのはこの3時間にはカウントできないと思ってください。ね、講義の中で自ら手を動かして頭を使って考えてで簿記なんかであれば回答数値を導く理論なんかであれば思い切り考えてですねえー、で理解をすると。ね、そうすると、ね、講義の中も ちゃんとですね自分で勉強して3時間になります。これ結構大きいんです学生なんかだとですね、えー、ただ講義聞いてメモ取ってあとでまあゆっくり復習しましょうと、ねえー、そういう考えで、ね、講義受けられてる方が多いんですけれども、えー、社会人の方はですねやっぱそこをついていくわけですよ。ね、ですか講義の回数が多いですから1回1回の講義をですね中身濃く能動的に頭使ってやっていくと相当ですね、えー、講義だけでもね差がつきます、ね。そうやって意識をされてや,やられてる方と意識をされない方とですね相当程度差がつきますから。 えーまあ、そういった形で,です、ね、中身を濃くです、ねえー、実践をしていくということを、えー、意識してください。はいまあ、とにもかくにもです、ねまあ、1にも2にも時間ですからね、えー、まずは、ね、この学習時間というものを確保できるかどうか、ね、そこから自分が隙間時間を活用したり協力体制をです、ね、築くことができるかどうかというところを考えてです、ねえー、実際にはこう会計士課に挑むかどうかというところをですね選択していただければと思います。はい えまあね、あのこの動画は簡単なコツにすぎません。一つの足がかりになっていただければ、ねえー、幸いかなと思ってお話をさせていただきます。えー、で、実際ね、えー、講義ですね、えー、受けます。会計士目指,します目指しますってなった時にはですね、また、その会計士講座の実際の講義の中で、えー、またどうやって学習をしていったらいいのかということをお話をさせていただきますのでね。えー、まあぜひですね、えー、社会人に。 ってスキルアップをしたい転職をしたいと考えられている方はですね今一度会計士ですね本当に目指すかどうかというところを検討してみてください。はい、えー、それではですね短い時間でしたけれども、えーまあ、仕事をしながらでもですね会計試験に合格できますよということをです、ね、簡単な動画で紹介させていただきましたお疲れ様でした。